天に昇ったゲンゴロウ。昔、ゲンゴロウという男がいました。ある日、河原を歩いていると古ぼけた一つの太鼓を拾いました。この太鼓は抱えて一方の面を「はなはなタコなれ」と言ってポンポンと叩くと鼻が高くなり、また裏の方に向けて「はなはな低うなれ」と唱えてポンポンと叩くと自然に鼻が低くなるという変わった太鼓でした。重宝なものを拾った、これを持って旅に出ようと思ってゲンゴロウは旅に出かけました。ある村に着くと、一人娘をそれこそ目に入れても痛くないほど可愛がっているという長者丼の家の前を通りました。娘は年頃で三国一の花婿を探しているという評判も聞きました。ゲンゴロウがそーっと家の中庭に忍び込んでみると、娘は離れの奥座敷の自分の部屋で一人お琴の稽古をしていました。ゲンゴロウは植え込みの中に身を潜ませ、息を殺して例の太鼓を取り出し、小さな声で「娘の鼻鼻低うなれ」と言ってポンポンと叩くと、みるみる鼻は低くなって顔と同じくらい平べったくなってしまいました。晩ご飯を食べるために現れた娘の顔を見て、長者はぶっ倒れるほどたまげました。娘もかわいそうにそれから寝込んでしまいました。医者よ薬よと皆が百方手を尽くしましたが、どうしても鼻は元のようにならず弱り果てました。そこでゲンゴロウが山伏の格好をして「鼻の治療鼻の治療」と触れて屋敷の前を通りました。奇妙なものが通る、ものは試しだ、呼んでみようということになり、ゲンゴロウは呼び止められて上に上がりました。娘の寝ている奥座敷に案内されると、ゲンゴロウは枕元に座り、例の太鼓を袖の下に隠してポンポンと叩き、はなはなタコなれと唱えると、鼻は少しずつ高くなりましたが、もったいぶって3日間もかけてすっかり元のように高くしました。娘はじめ長者丼の喜びようは格別です。お金とお礼の品々を担ぎきれないほどもらいました。すっかりいい気持ちになったゲンゴロウは太鼓を拾った河原にやってきました。そしてその河原に仰向けに寝転びながら空を仰ぎ、太鼓を取り出して「はなはなタコなれ」と言ってポンポン叩くと、自分の鼻がズーズーと高くなります。面白くてたまらず、また「はなはなタコなれ」と唱えて叩くと、またもズーズーと高くなります。こうして幾度もやるうちに、鼻はいつの間にか白雲を突き抜けて天竺に届いてしまいました。天竺では雷どもが 5,6 人集まって天の川に橋をかけている最中でした。ふと見ると外界の方から妙な格好のものが伸びてくるので、手近な橋の義帽子にくくりつけてしまいました。びっくりしたのはゲンゴロウです。慌てて今度は「はなはな低うなれ」と叫んで太鼓を叩くと、何分花は橋にくくりつけられているので反対に自分の体がズーズーと天に昇り、
おしまいに天竺に登ってしまいました。面白いやつが来たと雷どもの手下にされて、ゲンゴロウは毎日雲を広げて天気にしたり、ある時はジョロで下界に雨をまいたりさせられていました。ところがある日、黒雲から足を踏み外して下界に真っ逆さまに落ちてしまいました。落ちたところは近江の国の琵琶湖でした。ゲンゴロウは船になってしまいました。今でも琵琶湖にはゲンゴロウブナという船が住んでいるそうです。